はい、皆さんこんばんは。ペンキさんにようこそおいでくださいました。今日も、賛美をして始めていきたいと思います。曲目は君だから素晴らしいです。人と自分を比べてばかり、今の自分に自信なくても、主は君をどんな時も必要とされている。イエスを愛する仲間として、どんな時でも思い出そう。主の皆で励まし合える友達がいることを、共に主の愛を分かち合うため、イエスは君を選ばれた。君にしか届けられない人々が待っている。共に主の愛を分かち合うため、イエスは君を愛された。主が命を注がれた君だから素晴らしい。自分を比べてばかり、今の自分に自信なくても、主は君をどんな時も必要とされている。イエスを愛する仲間として、でも思い出そう。主の皆で励まし合える友達がいることを、共に主の愛を分かち合うため、イエスは君を選ばれた。主は君を愛された。主が命を注がれた君だから素晴らしい。君だから素晴らしい。冬でも咲いてたりするんですけども、新しい命を芽生えさせてくださるイエス様の曲を歌っていきたいと思います。溢れる新
に笑い共に泣き、どんな壁も乗り越える、イエスが一緒にいるから。もう一つ最初から見ましょう。あなたと出会えた、恵みを恵みを恵みを。
そして主がそばにいるからを歌っていきたいと思います。月から引き上げてくださる命の地へ導く。主は見て伸ばして涙を拭い、つま先から引き上げてくださる命の地へ導く。ハレルヤ、主を愛して歌は絶えず感謝捧げ、苦しい時さえ賛美をする。主がそばにいるから、主は見て伸ばして涙を拭い、つま先から引き上げてくださる命の地へ導く。月から引き上げてくださる命の地へ導く。ハレルヤ、主を愛して歌は絶えず感謝捧げ、苦しい時さえ賛美をする。主がそばにいるから、ハレルヤ、主を愛して歌は絶えず感謝捧げ、苦しい時さえ賛美をする。主がそばにいるから、主がそばにいるから、はい。続けてはですね、皆さんご存知のアメージング・グレイスですね。アメージング・グレイスは聖歌ですと驚くばかりのということで、聖歌229番に、こんな訳になっていましたけれども、少し古い訳なんですけども、4番までありますが歌っていきたいと思います。
せたい。危険をも罠をも避け得たれば、恵みの御業皆さん聖書をお持ちでしょうか。今日はですね、またまた旧約聖書に戻りまして、旧約聖書の真ん中にあります呼ぶ記というところを開いていきたいと思います。呼ぶ記の2章1節から13節まで、呼ぶ記の2章を最初から最後まで読んでいきたいと思っています。新しい新改訳2017ですと、旧約聖書の876ページぐらいになるんですけども、旧約の目次を開いていただきますと、詩編の手前に呼ぶ記というのがありますが、知恵文学の書と言われておりますが、呼ぶ記の2章1節から13節を読んでいきたいと思っています。呼ぶ記の2章の1節から。ある日、神の子らがやってきて主の前に立った。サタンも彼らの中にやってきて主の前に立った。主はサタンに言われた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えた。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。主はサタンに言われた。お前は私のしもべ、ヨブに心を留めたか。彼のように誠実ですぐに心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっている者は地上には一人もいない。彼はなお自分の誠実さを固く保っている。お前は私をそそのかして彼に敵対させ、理由もなく彼を飲み尽くそうとしたが、サタンは主に答えた。川の香りは川をもってします。自分の命の代わりには人は財産すべてを与えるものです。しかし手を伸ばして彼の骨と肉を打ってみてください。彼はきっと面と向かってあなたを呪うに違いありません。主はサタンに言われた。では彼をお前の手に任せ、ただ彼の命には触れるな。サタンは主の前から出て行き、ヨブを足の裏から頭の頂きまで悪性の種物で打った。ヨブは土器のかけらを取り、それで体をひっかいた。彼は灰の中に座っていた。すると妻が彼に言った。あなたはこれでもなお自分の誠実さを固く保とうとしているのですか。神を呪って死になさい。しかし彼は妻に言った。あなたはどこかの愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いも受けるべきではないか。ヨブはこの世、このすべてのことにおいても、唇によって罪に陥ることはなかった。さて、ヨブの三人の友が、ヨブに降りかかったこと、これらすべての災いのことを聞き、それぞれ自分のところから尋ねてきた。すなわち、テマン人エリファス、シュアハ人ビルダテ、ナーマ人ツォパルである。彼らをヨブに同情し、慰めようと互いに打ち合わせてきた。彼らは遠くから目を上げて彼を見たが、
それがヨブであることが見分けられなかった。彼らは声を上げて泣き、それぞれ自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭の上に撒き散らした。彼らは彼と共に7日7夜地に座っていたが、誰も一言も彼に話しかけなかった。彼の痛みが非常に大きいのを見たからである。そこまでにしたいと思いますが、短く祈って、そしてメッセージを一緒に味わっていきたいと思っています。天のお父様、10月も19日を迎えています。金曜日の夜です。朝晩めっきりと寒さが厳しくなってきています。明日明後日10度近くまで下がるでしょうか。神様、あなたが私たちの健康を続けて守ってください。週末から新しい週に向けて、元気に生き生きとそれぞれの旅を続けていくことができますように導いてください。神様が私たちの心の目を開き、あなたの聖書のことがよくわかりますように、そして神様の御言葉をしっかりと握って、命の言葉をしっかりと握って、出口の見えないトンネルだったとしても、出口を備えてくださっている、脱出の道を備えてくださっている、そのイエス様に信頼して一歩一歩歩みを続けていくことができますように、前に向かって一歩一歩確実に進んでいくことができるように、私たちの道を助けて導いてください。主をお語りくださいますように、しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。この少し前からですね、世界に広がるがん哲学ということで、日野武雄先生というお医者さん、クリスチャンのお医者さんが書かれたこの心に御言葉の処方箋という、これを順番に見ながらですね、聖書の御言葉をメッセージを味わってきておりますが、今日は幸いを神から受けるのだからという題がつけられて、旧約聖書の先読みましたヨブ記の2章9節から11節のところが引用されて、こんなことが書かれています。ちょっとまた読んでいきたいと思います。実はがん哲学外来に来る人の3分の2、がん哲学の外来に来る3分の2の人が人間関係の悩みを抱えている人たちです。3分の2がですね、そのがんという体の病だけでなくて人間関係でとても悩みを抱えている。医師の言葉、お医者さんの言葉に傷つけられたという人、家族や友人について絶対に許せないという話を聞くこともあります。聖書には財産を子供たちもなくし、さらにひどい病気にもなったヨブという正しい人物の話が出てきます。今日読んでいくところです。ヨブさんは財産も子供たちもみんな、亡くなってしまいました。そしてひどい病気になって苦しんでいます。でも何も悪いことをしなくて正しい人物でした。友人たち、友達たちが彼を慰めようとやってきますが、そのあまりにひどい姿に7日間ずっと黙ってそばに座っていたとあります。ただ寄り添ってくれるのはとても嬉しいことですね。ところが友人たちはヨブを慰めることはできませんでした。ヨブが私の生まれた日は滅びうせよと辛さを吐き出すと、それをいさめて、さあ思い出せ、誰か罪がないのに滅びたものがあるか、どこに正しい人で立たれたものがあるかと責めてしまうのです。まあ励まそう、慰めようと思ったのに逆に傷口に塩を塗り込んでしまうような、そういうことですね。日本には因果応報という言葉がありますね。まあ自業自得という言葉も同じでしょう。因果応報、つまりヨブが過去に何か悪いことをしたからこんな目に遭うのだろう、さあ思い出せその悪いことをと、お友達の皆さんもですね言ってしまうわけです。これは辛いことですね。自分でもどうしてがんにとか、どうして病気にと思ってしまっているのに、さらに誰かに責められたらどんなに傷つくでしょう。ですがこれは最終的にはヨブが変わらなければならない問題なのです。ヨブは苦しみの中で、なぜ苦しむ者に光が与えられ、心の病んだ者に、傷んだ者に命が与えられるのだろう、死を待ち望んでも死は来ないと嘆きます。
病気になるとやはり悲観的なことや批判的なことを言いたくなるでしょう。まあ、どうせ私なんかとかですね、あるいは、あいつが悪いとかですね、親が悪いとかいろいろ言いたくなります。お医者さんもあの医者を破医者がとかいろいろ言いたくなるでしょう。もちろんそういった思いを吐き出すことは必要です。ところが苦しんでいる人、困難の中にある人がそう言い続けてしまいますと、周りの人はどうすればいいか分からなくなるのです。患者が悲壮感を漂わせている限り、見舞いに来る人は何を言えばいいか分からず、会いに行きにくくなります。仲の良い友達であれば何か言いたくなる、進言したくなるかもしれません。にもかかわらず、誰よりも苦しい人が笑うとき、それは人を慰めます。一緒にいても苦痛ではなくなるのです。にもかかわらずあなたが笑顔になるなら、周りの人たちとコミュニケーションを取ることができるでしょう。苦しみの中にある人が変わるときに、周りの人たちも変わるのです。これ聖書の原則ですけども、先に周りの人とかあの人が変われば私変われるのにと思ってしまうので、それは逆です。まずあなたが変わると周りの人も変わる、これが聖書の原則です。そして祈りはまず私たちを変えて、そして周りの人をその次に変えていくということが原則だと思いますが、ヨブの時もそうです。ヨブが変えられていく時に、周りのお友達もヨブを通して変えられていくということが起こります。逆ではありません。先にお友達がもっと愛のある人になって、優しい人になって、だからヨブが救われる、そうではないんです。ヨブが祈りに祈っている中で、神様と格闘するような、もううめくようなその悩みの中で、でも最後にヨブが変えられていくんです。そしてヨブがお友達のひどい傷口に塩を塗ってくるようなひどいことを言う、お前自業自得だよとかね、自己責任だよとかって言ってくるような人に、その人たちを許して、その人たちの祝福を祈るときに、そういう人に変えられていくときに、お友達も結果的に変わっていくということが起こるんです。これは聖書の原則です。祈りはまずあなたを変えて、そしてその後にあなたの周りにいる人たちを変えます。逆ではありません。周りの人が変わってくれたら私が救われるのに、それではありません。あなたが変わらなければ周りは絶対に変わりません。環境を変えても、あなたが変わらないと、どこに行ってもどこに逃げても同じことが起こります。いやそんな苦しい中で笑顔になどなれませんよとあなたは言うでしょうか。そんな苦しい時に賛美なんかできません。さっき歌いましたけど、苦しい時こそ賛美をするとかして、そんな無理でしょう。どうやったら苦しみと痛みの中でそんな笑顔でスマイルをして、微笑むことができますか。そんなこと無理じゃないですか。そんなところで笑わねばならないとか言われたら、もう私死ぬしかないですよっていう人がいるかもしれません。そんな無理です。もしあなたがハッピー、幸せを求めるならば、そうでしょう。あのワンピースに出てきますよね、あのトニー・ジョニー・チョッパーのお母さん役のですね、あの人はですね、ハッピーかいとか言ってですね、言う人がいるんですけども、ハッピー、幸せを求めるならばね、あのそれはもう幸せじゃないので、笑顔になれない、笑えないということでしょう。しかしもし皆さんが幸せではなくて喜び、ジョイフル、ジョイを求めていくならば、神様、この苦しみの中で喜びの賛美を与えてくださいと祈り求めていくならば、それは神様がそういう喜びを与えてくださる。苦しい時こそ賛美ができる、苦しい時こそ喜ぶことができる。それは自分の力では無理ですけども、実際無理ですけども、神様に祈っていく時に、神様、あなた約束してますよね、耐えられない試練に合わせない脱出の道を必ず備えてくださっていると。神様は私にそのような脱出の道へと私を導いてください。この苦しみの中でもあなたを信頼して喜ぶことができるように、神様、あなた言ってますよね、命じてくださってますよね、いつも喜んでいなさいって。そんなこと自分の力で無理なんですけども、でもあなたがいつも喜べって言うなら、喜ぶことができるようにしてくださいよ。そういうふうに神様に食ってかかって祈る、これはとても大切なことです。私よくやってます。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさい、これが神様がキリストイエスにあってあなたに望んでいることだって言われますが、ちょっとこれ絶対に自分では無理な話ですよね。いつも
いつも喜んでいるなんて絶対自分の力で無理ですよ。特に試験を前にしてとかですね、苦しいどん底の中でいろんな人に傷つけられたりとかですね、自分も病気が治らないとかそういう中でいつも喜ぶなんてそれ無理でしょう。自分の力では絶対無理だと思います。絶対無理です。どうひっくり返っても無理でしょう。でも神様がいつも喜んでいなさいと命じてくださっているならば、それは神様によって神様の助けがあれば、そういう苦しい中でも喜ぶことができるように、あなたを変えてくださるという約束じゃあります。自分の力では絶対無理だけれども、神様があなたに働いてくださるときに、その弱さに神様が触れてくださるときに、どんな苦しみの中でも喜びが与えられる。これが聖書の語る福音です。死を目前にいる人が喜ぶことができる。もう治らないという病気の中でも喜んで微笑むことができる。これが救いですよ皆さん。求めなさい、そうすれば与えられます。喜びを求めてください。そうすればどんな状況にあっても喜ぶことができるように、神様があなたの心の中に喜びを与えてください。あなたの心から湧き上がってくる喜びが与えられていく。それはつまりあなた自身がまず変えられるということです。その苦しみの中でこそ。苦しみというのは神様が用いてくださるあなたを変えるための一番の道具かもしれません。そういう状況に置かなければあなたは真剣に祈り求めるなんていうことがないでしょう。余裕をかましているときには真剣に祈ることはしない。俺は一度も神に祈ったことがねえとか言ってですね、偉そうなことを言ってですね、ロロノアゾロという人が出てきますけどね、彼は一度も祈らない、俺は絶対神に祈らないとか言って、それがかっこいいことだと信じて、貫いている人がいますけどね、世の中の人は大体そうでしょう。神様に祈るなんてそんなのは弱っちい人の必要なことであって、俺は強いんだから神なんか必要ないんだ、俺は自分の力で生きていけるんだ、俺は神なんかに祈らなくても生きていけるんだという自信がある人が多いかもしれません。誰に助けてもらえなくても俺は生きていける自信があると嘘吹いている人がいっぱいいるでしょう。ルフィとは正反対にですね、俺は誰にも助けてもらわなくても生きていける自信があるとか言ってですね、助けてもらわなくてもいい、祈ってもらわなくてもいい、自分一人だけで頑張って、乗り越えていけるんだという、から元気を持っている人がいるかもしれませんが、それはあなたは本当の自分の弱さを知らないでしょうということが聖書に言って語られているところです。あなたが苦難の日に気落ちしたらあなたは弱いんだよと聖書は語っています。そうですよね。何も問題がない時に強がっているのはそれ誰もできますよ。でも本当にとんでもない状況に置かれた時に、それでも弱らない人こそ一番強い人ですよね。でもそんな人いないんですよ。どんな人であってもとんでもない病気になったりとか、いろんな出口の見えないトンネルの中になると、もう本当に心が不安になって怖くなって夜も眠れなくなる。そういうことで心がかき乱されて、私には安らぎもなく心はかき乱されているとヨブが叫んだように、私たちも本当にどうしようもない状況に置かれていくことでしょう。思わず神様がいるんだったらと手を見上げて祈らずには折れない状況に置かれる、それは恵みです。そういう状況にもでもならなければあなたは決して祈れないからです、真剣に。でもそういう苦しみの中でこそ祈りを本当の意味で学ぶことができます。祈りの学校というのが苦しみであります。ヨブはまさにそういう状況にあえて神様に置かれたんです。それはサタンがそそのかして、そして神様がヨブを本当に信頼していたからこそ、サタンに限定付きの条件で苦しみを与えることを許可して、そして災いが降りかかってきたということが起こります。エホバの証人とかですね、いろんな方々は神様とサタン、悪魔をですね、対等の立場にあるように考えますが、それは聖書的ではありません。先ほどの、ヨブ記の2章の6節にも書かれていましたが、主はサタンに言われた。では彼をお前の手に任せる。ただ彼の命には触れるなと神様はおっしゃっていました。サタンは
条件付きで限定付きで悪さをすることが許可されます、神様によって。でも神様が彼の命には触れるなというおっしゃると、そのことは一線を越えることができなくなるんです。神様こそ絶対的な主権者であり、サタンは神様の許された範囲でだけで悪さをすることができる。神様が絶対的に強い方で、サタンはその神様の手の中で許された範囲でしか悪さをすることができない。これが聖書的な神とサタンの力関係であります。神様が許可なさなければ、サタンは何も悪さをすることができないのでありました。しかし神様はヨブを信頼していたからこそ、条件付きで限定付きでサタンに悪さをすることを許可します。それで頭の先頂きから足の裏から頭の頂きまで悪性の種物で、それこそ体中がですね、皮膚病になってしまって、もう頭もそうですし、もう顔もそうですし、首もそうですし、このもう胸も背中も、お腹も、足も全部ですね、そういうとんでもない状態になりました。悪性の種物、ひどい皮膚病です。それでですね、もう痒くて痛くて痛がゆい状態だったでしょう。土器のかけらを取ってきてですね、一生懸命体を引っかくんです。アレルギーで皮膚病の人も大変かもしれません。もうとにかく痒い、痒いから引っかいてしまう。でも引っかくと血が出るとか痛い、それでも痒いから痛がゆいからもう引っかかずに折れない。ヨブはそういう状態でですね、もう体を引っかいて引っかいて引っかいて満身創痍、もう体中血だらけの状態で、そして肺の中に座っているようなとんでもない、災いの中に置かれてしまっていました。足の裏から頭の頂きまで健康な皮膚が全くなくなってしまった、そういう状況でした。さらにパートナーさんというかですね、その、妻というですね、一番支えになるべき人がですね、傷口に塩を塗ることになってしまうわけですね。急接、おそらくヨブの奥さん、とても優しい人だったと思うんですけども、あまりにもとんでもないところに置かれますと、ちょっと神様を信頼できなくなってしまって、信仰を捨ててしまうというかですね、もう信じられないという中で、非常に人間的なことを言います。急接、でもこれ非常に強い、誘惑かもしれません。信仰者にとっては、妻は信仰を捨てることをもう進めていくわけなんですね。9節、すると妻が彼に言います、ヨブに言います。満身創痍で苦しんでいる、痛がゆい中で苦しみうめいているヨブご主人に向かって、奥様はこう言うんです。あなた、それでもなお自分の誠実さを固く保とうとしているんですか？それでもなお神様を信じているんですか？もうあなた、神なんか呪って死になさい。すごい言葉ですけども、あなた、それでもまだ信じてるの？もう神を呪って死になさいよって言われちゃったんです。これは最後のとどめのような言葉でしょう。自分が一番頼りにしている、自分が一番信頼している、自分が一番そば近くにいてほしいと願っているその人が、信仰を捨てろ、どこに神いるのか、神がいるならなぜあなたがそんな苦しみに遭ってるのか、もう神呪って死ねって言ったんですよ。これほど誘惑になる言葉もないでしょう。皆さん、そういう言葉を一番そば近くにいる人に言われたらどういうことになりますか？彼氏さんとか彼女さんに、あるいは夫とか妻という人にですね、自分が本当に苦しんですごい大変な病の中に侵されていてですね、悩み苦しんでいる時に、その傷口に塩を塗るように一生懸命神様信じようと思っているのに、あなた、それでもなお神様なんか信じてるの？バカじゃないの？もう神様を呪って死んだ方がいいよ、あなた、信仰なんか捨てなさいって言われちゃったんですよ。神なんかいないのよ、あなた幻信じてるだけなの、聖書なんか嘘なのよって言われてしまったわけですよね。その時にヨブはどういうリアクションをしたのか、どういうアクション、どういう反応をしたのか、10節に記されています。しかしヨブは妻に言います。これはすごい言葉です。さらに
この苦しみの状況の中でよくぞここまで配慮した賢い言葉を奥さんに言ったなということですね。なかなか言えませんよ、言えませんよ、そんなことは。あえて言うなら牧会的な配慮があります。優しさがにじみ出てきている言葉です。ふざけるなてめえなんていう言葉じゃないですよ。誰かさんもよくそういう言葉を使ってるかもしれませんが、お前ふざけるなてめえとか言ってるかもしれませんが、よくはそんなことを言いません。あなたはどこかの愚かな女が言うようなことを言ってるね。そんな愚かなバカなこと言っちゃダメだよ。どこかの悪い悪女が、愚かな女が言うようなことを言ってるけど、そんなこと言うべきじゃないよと諭しています。すごいですね、牧会的に入る。てめえふざけんななんていう言葉じゃなくて、あなたはどこかの悪い女が言うようなことを言ってるけど、そんなこと言っちゃいけないよ、そんな風に言うもんじゃないよとよくは言っています。そしてなんという言葉でしょう。 その後に出てくる言葉、筋金入りです。まさに筋金入りのクリスチャンです。俺たちは幸いを幸せを神様から受けるのだよね。でも災いも不幸なことも受けるべきではないのかと、ヨブは奥さんを諭すんです。浜田省吾の最近出たシングルの曲の中にですね、ラブトレインという歌がありますけども、その歌はですね、かなり若いセカンドアルバムの中に入っていたものをリメイクしたものですけども、 JS ファンデーションというですね、いろんなグルーヴ感にあふれる、そしてバックコーラスがいっぱいついた人たちがですね、全然違うかのような音にアレンジしてですね、曲を仕上げていますけども、でも歌詞は同じですよね。幸せ半分、悲しみ半分、それでもいいよねって、結婚のプロポーズみたいなことを言うわけなんですよ。私たちは幸せを神様から受けるのだとすれば、幸せだけ受けるなんてそんな虫が良すぎるないかいって言うんですよ。幸せをたくさん暮らせるとすれば、災いも神様から受けるべきではないのかとヨブは言うのです。喜びだけじゃなくて悲しみがあるのが人生ですよね。喜びと悲しみが綴り合って生きていくのが人生ですよね。その旅ですよね。喜びだけあるなんて人生どこにありますか。幸せだけあるなんていう人生がどこにありますか。そんなんありませんよ。演歌にも歌われてますよね。この坂を越えたならば幸せが待ってるかもしれないと思って一生懸命坂を越えていこうとする夫婦坂、宮古晴美さんの。でもしかしたらこの坂を越えてもまた苦しみが待ってるかもしれない。一難去らないうちにまた苦しみがあるかもしれない。それが人生ですよね。だから聖書は非常に現実的なことを教えています。洗礼受けたからといって、信じたからといって一切苦しみがなくなるなんて一言も書いてませんよ。そんなことは夢物語です。それはイリュージョンです、幻想です。洗礼受けたらいつも、日の当たる場所を歩くことができてですね、順風満帆で全てがうまくいくなんてどこにも聖書に書いてありません。ちょっと聖書を開いてみましょう。私たちの勘違いを直していくためにですね、聖書が言っている約束にとどまっていく。聖書が人生について何を保証して約束しているのか、そのことを確認したいと思いますが、イザヤ書というところを開いてください。聖書を持ちの方、もうすぐクリスマスになりますけども、クリスマスに出来事となっていったその予言の言葉がイザヤ書にはたくさん、予言されていましたけども、イエス様がクリスマスに生まれる700年、800年ぐらい前に、紀元前の BC のですね、700年、800年前に預言者イザヤが書き記した、神様から預かった言葉ですが、イザヤ書の9章、一節を見ると、こんな言葉が記されています。そこに、私たちが何を期待するべきなのか、信じた後に、洗礼を受けた後に何が約束されているのか、何が保証されているのか、そのことを確認したいと思います。はっきり書いてます。明らかに誤解がないように聖書は書いています。9章の一節、これですね。しかし
苦しみのあったところに闇がなくなると約束されています。これ上の言葉です。苦しみのあったところに闇がなくなると書かれています。非常に意味深な言葉です。あえて言いましょう。苦しみがあったところに苦しみがなくなるとは書いてないということです。信じたからといって、洗礼を受けたからといって苦しみがなくなるなんて聖書のどこにも保証してませんよ。それは嘘です。イリュージョンです。幻想です。私たちの勝手な期待です。信じたらもう全部ね、苦しみがなくなると、それは幸せでしょうけど、そうは問屋が下ろさない。苦しみのあったところに苦しみがなくなるとは聖書は約束しません。でも苦しみのあったところに闇がなくなると約束されています。これが聖書です。これが福音です。出口の見えないトンネルのようなところで苦しみがあった、でまだ苦しみが続く、でも闇がなくなるんです。出口が見えるようになるんです。一筋の光がそこから差し込んでくる。あそこまで行くと出口があるんだ。希望の光が見えてくる。もう闇がなくなるんですよ。真っ暗闇じゃなくなるんです。神様の一筋の希望の光が届いてきて、恐れるな、私があなたと一緒にいるじゃないか。たじろぐな、私があなたの神でしょ。私は世の終わりまでいつもあなたと一緒にいるよ。私はあなたを捨てることないよ。見捨てないよ。親があなたを見捨てたとしても私は絶対にあなたを見捨てないよ。そのような約束の中で闇がなくなるんです。私、どうせ私なんか早く死んだ方がいいんでしょといじけているあなた、でもその闇がなくなるんです。お前死ぬなよと、お前死んだら私悲しいよと言ってくれる神様がいらっしゃるならば、人生に闇なくなりますよ。早く死にたい、早く死にたいという闇がなくなりますよ。日が昇ってくる、日はまた昇る。夜明け前が一番暗いんですけど、でも夜明け前というのはもうすぐサンライズ、日が昇ってくる、その朝日が近づいているということです。闇がなくなるんです。日が昇ってくると全部闇が一掃されます。もちろん苦しみは残りますけども、でももう耐え難い苦しみではなくなるでしょう。出口が見えてるんですから、光が見えてるんですから、希望が。それが聖書の約束していることです。苦しみのあったところに闇がなくなるとは約束していますが、苦しみのあったところに苦しみがなくなるとは言ってません。ですからヨブのように、私たちは幸い、幸せ、喜び、楽しいこと、嬉しいことを神様から受けているとすれば、災い、悲しいこと、辛いこと、苦しみを受けるべきではないのかと、ヨブは非常に最もな信仰の告白をしていくわけです。そしてヨブはこの全てのことにおいても唇によって罪に陥ることはなかったとなります、この段階で。しかしこの後ヨブはですね、かなり際どいところで、もうギリギリのところを通ります。本当に出口の見えないトンネルをこの2章から始まってですね、ずっと42章まで、本当に3節からですね、3章から始まって40章ぐらいまでですね、41章あたりまで、42章ぐらいまで、ずっと出口の見えないトンネルです。ほとんど光がありません。いくら呻いても叫んでも、早く私を殺してください、早く死にたいんです、もう生まれてこなかった、もうよかった、どうして私の生まれてきた日があったのか、誰が私をお腹の中にいる時に私を殺してくれなかったのか、その方がよっぽど幸せだった、生まれてこなかった方がよかったって、彼は散々神様に自分の生まれてきた日を呪うんですよ。だから友達もですね、もう本当にお前いい加減にしろよと、お前そんなこと言うもんじゃないと、もう言い始めるんです。もうそしてしまいには怒ってですね、ヨブをねじねじと責め立てるんです。お前自業自得だろうとか、身から出た先だろうとかですね、言うんです。それでヨブは余計に苦しむんです。良かれと思って、かけていく言葉がもっとヨブを苦しめていくことになります。でも最終的にヨブは本当に苦しい中で、苦しい中で、でもそれでも神様に捕まえられて、首根っこを捕まえられて、逃げることができない。もう神様いい加減にしてください、もう神様私を放っておいてください、神様私から逃れてください、どっか行ってくださいって言っても神様逃げない。
もう首根っこつかまれた状態でどうしようもない、その出口の見えない人がずっと続くんですが、でもですね、ずっと長いなと、かなりの長い時間だと、神様が咳を切ったように、それまでずっとサイレンス、沈黙が、ずっと叫ぼうと泣こうと埋めこうと何も答えが返ってこなかったんですけども、時が来ると神様は一方的にバーって語ってですね、お前これを知ってるのか、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 答えてみろって言ってですね、神様はずっとこう語っていく場面が出てきます。自然界のすべてのこと、そして宇宙のこと、人間の営み、人生のすべてのこと、お前はどこまで全てのことを見通しているのか、お前は神様なのか、これも知ってるのか、お前は神なのか、ヨブは悟っていきます。私は人間でしかない、私は被造物でしかない、神様こそ全知全能の方で、私は全然知識もなく、摂理を覆い隠すような神様の顔に泥を塗ることしかできない愚かな小さなものでしかない、自分の心、頭の中で、この小さい頭の中で神様のことをどん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 過小評価して小さくして、そしていじけてしまって、そして生まれてきた方、来なかった方が良かった、私なんか生まれてこなかった方が良かったんでしょうと、神様にもううめいてわめいて叫んで罵っていく、そんな状態でありましたが、でもそういう本音をぶつけていく祈りの果てに、ヨブは神様からしっかりと答えをいただいて、そして変わっていくんです、変えられていくんです。ヨブが神様から答えいただいたならば、闇がなくなります。出口の見えないトンネルではなくて、もう出口が見える、そこに光が差し込んできている、闇がなくなっていくときに、ヨブはあれほど傷口に塩を塗っていて自分のことを責め立てていた、お前自業自得だ、何か悪いことしたんじゃないか、罰が当たったんだよ、俺はそれを思い出して悔い改めろとか言って散々言われてたんですけど、俺は何も身に覚えがないんだ、何も悪いことしてないんだ、俺は正しいんだって言ったんですけど、嘘だ、嘘つきだって言ってですね、みんな罪人なんだよ、お前なんかいろいろ悪いことしたんじゃないかと散々言われていた、その自分を攻撃していた友達のために祝福を祈ることができるものに変えられました。42章、ヨブ記の42章の10節、そこに長いトンネルの果てに出口にたどり着いたヨブさんが、変えられたヨブさんが、苦しみのそのるつぼの中でドロドロに溶かされた後に静かに固められた、清められたヨブさんが、変えられたヨブさんが祈った祈りがあります。10節、42章の10節、ヨブがその友人たちのために祈った時、主はヨブを元通りにされた。さらに主はヨブの財産をすべて2倍にされた。さらに12節、主はヨブの後の半生を前の人生に増して祝福された。彼はちょうど元持っていたものの倍の家畜や、また息子娘もですね、もうまたですね、たくさん与えられて、そしてさらに美しい娘さんたちも与えられて、そして長寿を全うして、年老いて満ち足りた生涯を全うしていく、そんなことが記録されています。注目すべきは10節の言葉ですね。ヨブがその友人たちのために祈ったとき、主はヨブを元通りにされた。何をヨブは祈ったんでしょうか。呪いじゃないと思います。神様、こういう人たちを裁いてください、もうこの人たち私をいじめて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 だから、もうやっつけてください神様、なんてそんなことを祈ったわけじゃないんですよ。神様、この人たちを許します。神様、この人たちを許しますから、この人たちを祝福してあげてください。この人たちを許してあげてください。と祈ったと思いますよ。許しの祈りです。神様、主が私を許してくださったように、この人たちをいろんなひどいことを言ったけれども、でももう許します。水に流します。忘れます。この人たちを神様、祝福してくださいと呼ぶが、友人たちのために祈ったときに、主はヨブを元通りにされたとあります。おそらく同じことがあなたの人生にも起こるでしょう。もしも皆さんが苦々しい思いや絶対に許せないというものを抱えているならば、神様と取っ組み合いの格闘を続けていく必要があります。でもやがて神様がその苦々しい思いを忘れさせてくださり、
許すことができるものに変えられます。そして呪いを祈りたくなるような人に祝福を祈ることができるものにあなたが変えられていくはずです。時間がかかります。インスタントに一夜でそれは起こらないでしょう。でも何年も何年もかかった後にやがてその日は来るでしょう。あの憎きあの人のためにあなたが祝福を祈る、その時にあなたは本当の意味でキリストのように変えられて、敵を許す愛の中で本当に祝福さんに変えられるでしょう。呪いを祈り、呪いをもたらすものではなく、あなたを通して敵でさえも祝福されていく、許されていく、そしてそのような人たちが天国に一緒に行くことのできるものに招かれていく、それが聖書の語っている素晴らしい報いではないかと思います。自分の力で一生懸命、それは無理です。ねばならないと言われても無理でしょう。でもいつも喜んでいなさいと神様を命じてくださっているならば、いつも喜んでいることができるように喜びをくださいよ神様って食ってかかって祈ってみてください。私はですね、まだティーンエイジ、いや20歳ぐらいの時でしたね、まあ、ティーンエイジの時でしたね。この人と結婚できたらいいなみたいな人がいましたけども、見事に当たって砕けましたよね。その時にですね、ちょっとさすがにこれ喜べないな、もう見事に振られてですね、見事に粉々に砕け散った。もうどうしようもない、もう悲しいな、もう悲しい、失恋の歌を歌いたいような状況ですよね。片思いとかっていう歌を歌いたくなるような状況なんですけども、ペインとかですね、そういう歌、心の状況でどうやったら喜べるのかっていう時に聖書の言葉が来たんですよね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことに感謝しなさい。嘘でしょ神様、この状態でどうやって感謝できるの、どうやってこれを喜べっていうの、もういい加減にしろ神様、ふざけるなって私思う、本当に神様にもう本音でぶつかりましたよ。ふざけるな神様、いい加減にしてくれと、この状態でどうやって喜べるんだと、もういい加減にしなさい神様みたいなことで言いました。そしてついに祈ったんですよ。神様、いつも喜んでいろって命じるならば、いつも喜んでいることができるように喜びくださいよって祈ったんですよ。そしたら本当に喜びが来ました。神様が教えてくださったのはこれでした。私はあなたにグッドでもなくベターでもないベストだけを備えているんだよ。まあまあいいとかかなりいいとか、そういうレベルのものをあなたに用意しているわけじゃない。まあ、英語で言うならばグッドとかベターですよね。この比較級とか最上級とかっていう英語のことはありますけど、グッドっていうのは普通にいいということですけど、ベターっていうのはかなりいい、あれに比べたらかなりいい、でもそれは最上級ではありません。一番いいのはベストですよね。それ以上上のものがない、一番いいもの。神様があなたに用意してくださっているのはあなたにとって一番いいものです。一番いい学校、一番いい仕事、一番良い結婚相手、一番いい住む場所、一番いい友達、そのすべてが神様にがあなたに用意してくださっているんです。私だから悟ったんです。あの人は私にとってベストパートナーではなかったんだ。すごい簡単に割り切ることができました。神様感謝します。あの人と結婚に導かれなくて私幸せだったと思います。あの人に振られて私は幸せだと信じます。つまり私は将来、近い将来、一番いいベストパートナーに出会えることを信じます。だから主よ、私は今喜びます、感謝します、あの人に振られたことを感謝します、主よありがとうございましたって言ってですね、喜ぶことができたんですよ。皆さんそういう経験がありますかね。ヤコブという人物は神と格闘して勝ったという人ですけども、そういう経験ですよね。神様感謝しろと言うならば感謝できるようにしてくださいよ。いつも喜んでいろと言うならば喜ぶことができるようにしてくださいよ神様。もういい加減にしてください神様。もうふざけないでください神様。話しませんよ。喜びをくださるまで話しません。感謝できるまで話しません。それぐらいのことをやる必要があります。でもそれぐらい食ってかかって神様と格闘していく、神様とレッスリングをしていく、神様と戦っていく、
これが信仰の一番 の本物になっていく秘訣だと思います。格闘していくんですよ、神様と。それが信仰です。お前神、いい加減にしろよ神様、ふざけるなてめんっていう神様にそういう風に言ってもいいと思うんですよ。イエス様何考えてるんですか、ふざけないでください、もういい加減にしてください、もうふざけないでください、もうあの人だけはもうどうしても許すことができませんとか、この状況でどうやって感謝するんですか、この状況でどうやって喜ぶんですか。無理です、絶対無理です、いい加減にしてください神様。でもそれでも喜べっていうならば喜ぶことができるようにしてくださいよ神様、もう勘弁してください、お願いしますよ神様。そうやって食ってかかっていく。その時に、ああ私はあの学校に入学できなくてよかった、あの会社に就職できなくてよかった、あの人に振られてよかったということが起こってくるわけですね。で、後から分かるんですよ、本当に素晴らしい人に出会える方です。で、その時本当に、ああ神様本当に感謝します、あの初恋の人、あの人、この人、この人、今いっぱいいるかもしれませんね、あの人たちと結婚できなくてよかったです、この人と結婚できて本当に私は幸せです、神様感謝します、あなたはグッドでもなくベターでもなくベストだけを与えてくださる方なんですね。見切り品では神様満足なさらない、一番良いもの、一番最高のもの、最良の小麦をイスラエルに食べさせる。皆さんにもきっと神様はそのように用意してくださっていますから、あの試験落ちたとかですね、なんか振られたとかですね、願っている道が閉ざされたとかっていう時にはそれ本当に一番のチャンスだと思います。その時こそ信仰を働かせて本気で特命の神様との格闘のレスリング、格闘していく、そういう祈りをしていく、そしてその祈りの中で変えられていくあなた自身が、そうすると祈りの中で変えられたあなたを通して周りの人が変えられていく、これが大原則です。あなたがまず変えられて周りが変わっていく、周りが変わったらあなたが変えられる、それは違います。まあ、そういうわけですから、まずあなたが祝福されるようにということをですね、祈り求めていきたいと思いますが、私は祈ります。 God bless you,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  God be with you. 神の見守りがいつでもあなたの上に注がれますように。あなたがどこにいるとしても、何を押すとしても、いつでも神様が共におられますように。私は祈ります。 God be with you, God be with you, God be with you, God
緒に教会に来ることもできたらと思いますが、試験のある方は試験が豊かに導かれるように乗っていきたいと思います。後からスイートポテトチャンネルネットなどでもメッセージを配信していますので、ご覧になってください。地図はいつもの通りです。東武動物公園の駅で東口から出て、歩いて約10分で教会に来れます。ラブ杉田と検索していただけると、教会の、ホームページなども出てきますのでご覧になってください。以上で、福音決算を終わっていきますが、週末から新しい週に向けて神様の守りと祝福が豊かにありますように。